道の名俗佐原義貫公が大征伐の恩賞としてこの地に所領を与えられたことから会津歴代領主たちの歴史は始まります。義貫公を祖とする芦名氏の支配の後、伊達、蒲生、上杉、加藤氏といった名だたる戦国大名たちによる支配を挟み、その後の徳川幕藩体制のもと、会津松平家の祖、保科正行公伊保以降、会津松平藩として戊辰戦争を経て明治維新を迎えるのでした。本年の会津藩公行列は、会津で武家政権が始まった鎌倉時代から江戸時代末期までの歴代領主たちの行列として編成されています。今年も当主ゆかりの各地関係自治体からたくさんの皆様にお越しいただき、総勢600人による会津の一大歴史絵巻が繰り広げられます。行列通過の際には沿道でご観覧の皆様の温かいご声援をどうぞよろしくお願いいたします。また車道には出ず歩道に上がってご覧いただきますようお願い申し上げます。なお行列の先触れとして賑やかなお囃子を演奏してくださるのは日野祭り引山囃子方交流会の皆様です。ペッチャンクラブの皆様により編成されております。
戦国時代、王位の覇権争いで足利氏に勝利し、代わって愛と地を治めた独眼竜伊達政宗公に扮しておりますのは、てっちゃんクラブ武田総合病院通所リハビリトライ主任佐藤博和さんでございます。黒羽巻組には TIS 株式会社の皆様と海外からお越しの皆様たちが扮しております。もう一度折々勝ちどきをあげます。勢力我に続かれよ。いざえいえいおThank you.
影勝子お到着。上杉交代はアクセンチュア株式会社の皆様により編成されております。豊臣政権下のもと関東の徳川家康を背後から牽制するため会津の地へとやってきた豊臣五大老の一人上杉影勝公に扮しておりますのはアクセンチュア株式会社センター共同統括相川栄一さんでございます。お一度これより勝ち時をあげます。威勢よく我に続かれよ。いざえいえいおー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 。そして上杉鉄砲隊に扮しておりますのは一般財団法人会津若松観光ビューローのツアー参加者の皆様でございます。
お父ちゃん。会津観光行列の名物となっております。赤い顔でおなじみの会津藩やっこ隊の登場です。やっこ隊一同はその妙義をお披露いたせ。
行列前半を締めくくる行列目付に扮しておりますのは、一般公募で選ばれました東京都八王子市からご参加の横倉隆さんと、千葉県千葉市からご参加の南雲敏郎さんでございます。これをもって会津藩校行列は黎明の時代から繁栄期を経て激動の幕末へと時代が移ってまいります。京都出身で和那藩士松平定敦と後藤家、京都女子大立校はゆかりの地三重県桑名市よりご参加くださいました桑名市観光協会の皆様により編成されております。そして会津藩主である兄片森校とともに京都の治安維持に努めた桑名藩主松平定敦公に扮しますのは桑名市観光協会の市原誠さんでございます。お一度お売り勝ちどけをあげます。せよ我に続かれよ、いざえいえいおーお預かりの新選組は東京都日野市新選組パレード隊と日野新選組同好会の皆様により編成されております。そして鬼の副長土方歳三に扮しますのは生誕の地東京都日野市で開催された日野新選組祭りで今年のミスター土方に選ばれました佐々木郁恵さんでございます。中止隊、後藤家。
長岡藩獣士隊はゆかりの地新潟県長岡市からご参加くださいました長岡市米百俵祭り実行委員会の皆様により編成されておりますそして文治総督河合継之助に扮しておりますのは米百俵祭り実行委員会副実行幹事長長田孝之さん大会長山本立脇に扮しておりますのは同実行委員会時代行列部会員中村幸喜さんでございますあなたへ
隊、いざ、いざ出発。